バーミキュライトは農業や園芸に使われる土壌改良用の土。また建設資材としても使われている。名前は原料であるヒルイシの英語名であるバーミキュライトに由来する。投稿目では原材料である鉱物と合わせて記述する。クドヒルイシは黒雲母や金雲母などが風化した鉱物の一種で、化学組成は m g 1 x 3 4百0 2 4 H2O。単車症系。日本で通常、バーミキュライトと呼ぶものは、中国、南アフリカ、オーストラリア、ジンバブエ、米国などに産出する、昼石の原鉱石を摂氏800度ほどで、加熱風化処理し、10倍以上に膨張させたものである。なお、バーミキュライトとは、ラテン語のバーミキアレアに由来するもので、漢字での表記は、ヒルが当てられているが、 元来のラテン語ではミミズをはじめとした全虫を意味する言葉である。バーミキュライトを用いたナイドコバーミキュライトの原料のヒルイにはその産地によっては鉱脈が近いこともあり、石綿が含まれている可能性がある。特にアメリカが州国モンタナ州リビー鉱山産の原石には毒性の高い核栓石系の石綿が含まれ、鉱山労働者や周辺住民に 多くの健康被害をもたらしている。しかし、日本においては、産地表示の義務はなく、X 線解説装置だけを使用する、実法による検査は、精度が低いため、過去に実法により石綿含有なしと判定された、バーミキュライトが国際的に採用されている、偏光顕微鏡、分析電子顕微鏡を利用した検査により、DB 鉱山産バーミキュライトの混入が判明する。 例が国内外で報告されている。これは日本産業企画の検査方法に0.5%未満の含有率のアスベスト繊維を見逃すことがある。欠陥によるもので国際標準化機構のアスベスト専門機構をはじめアスベスト専門家から批判されており、見直しを求める声が上がっている。これらの問題に対し厚生労働省は 2009年11月に吹き付け石綿中にリビーサンバーミキュライトが発見されたことを受けリビーサンバーミキュライトに含まれていた核栓石系繊維であるウィンチャイト、リヒテライトの2種類を国内で規制されていた6種の石綿類と同等に扱うよう各団体に通達を行っている。経済産業省は国際基準に合わせるのが望ましいとしており 見直しも検討する方針を示している。ありがとうございます。